アリーグレッドソックス、ブルージェイズ、2024年8月27日ボストン、レッドソックスの吉田正隆外野手、30、が27日、日本時間28日、本拠でのブルージェイズ戦に、6番、DH で先発出場。初回の第1打席で敵地打を放った、1点を先制した初回、なおも死に三塁から相手先発、 ロドリゲスの外角速球を通列なゴロで仲間に運び、二者生還リードを広げた、ロドリゲスは20年から中日に所属。22年には56試合に登板して45ホールドポイントをマークし、最優秀中継ぎ投手に輝いた右腕で、元 NPB 対決で快音を響かせ、チームに勢いをもたらした。